シンプルに送って長澤の前でカット、ここが川辺です。奪いに行きます小林誠吾ですが、ああいうところのセカンドボール大分は拾いたいですよね。川辺、右の藤井です。ここからスピードがぐっと上がってきます。中に入れて長澤がいました。このボールは井上は行ってますから、そうですね、中に絞ってまして、さあ川辺入ってきて、エゼキエウ打つか、折り返した、高い位置、手を上げて先ほどチャンス作ったその今津を落とした、ダイレクトビエイラだ、ポストに入った、もう一度ここは大分クリアし、さあボール奪った広島です。今津中に入っていきます。今津ここから出していって、ここから打てるか、打った、最後は川辺だ、川辺が決めた。またですか、この前に一つチラッと見てるんですけどね、抜き切る前に少しこう打ったのが非常にストライドの長いドリブル、どういったドリブル見せるか、預けます川辺、サンです。